さえていきます。これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さです。で、ここのふくらはぎの疲れが腰痛に上がっていくんですね。教えてください。直しますね。足曲げられない方がいいと思う。曲げた方が痛い。大きいところを緩めたんですが、細かいところを指で緩めていきますね。座っていても腰痛を感じてしまう原因の場所でもここをしっかり緩められた方がやはり腰痛だいぶ減りますからね